ニジマスを自分で釣って焼いて食べれるところがあるんです。とても新鮮でめちゃくちゃ美味しい。一つの竿でニジマスを1キロ分約6匹から7匹持って帰るか、その場で食べるかできる場所、静岡県富士宮市にある杵塚養豚場というところに今日は行ってきました。ここは釣りだけではなくて有料でバーベキューもできますし、つかみ取りもできるんです。見てください、このニジマスの量。今回は釣り堀にしに来ました。料金はこんな感じで、釣り堀の場合1キロ2300円となっていて、魚炭焼き代が1000円で3300円で楽しむことができます。一つの釣り竿で1キロなので、一緒に来た方とシェアすることもできます。つかみ取りエリアと釣り堀エリアが分かれています。まず料金を払ったら、釣り竿と餌と網をもらって開始します。時間は無制限。さて、まずニジマスがいそうなところに移動していきます。そして練り餌を針につけてレッツラゴー。無事1キロ釣ることができるのか、早速やっていきます。おっと、これは早い。餌を入れて1分以内に釣ってしまいました。これは10秒も経ってないんじゃないか。引きもとても良くて結構ねでかいんですよ。いや美味しそうじゃないですか。またもやすぐに釣ることができました。やっぱり釣ったばかりのニジマスはすごいね元気でね、暴れまくってそのまま池に落ちちゃったやつもいました。この調子で釣っていきましょう。お、いいぞ。初心者でも子供でも女性でもすぐに楽々釣ることができます。ちょっと餌を入れてどのぐらいで釣れるのか。いや、めっちゃ早い。バラさないように慎重に。中には重たくて引きが強い大きいニジマスもいるので、やっぱめっちゃ楽しいです。だいたい6匹か7匹釣り終わったら店員さんのところに持って行って測ります。今回6匹でちょうど1キロだったので、こちらの6匹を食べていきたいと思います。魚の内臓の処理はスタッフさんがやってくれて、炭の用意までしてくれます。このような席に案内されて、ニジマスの焼き方の紙をよく見て指示通りに焼きます。塩も振ってくれてあって、魚の香ばしくていい匂いがめちゃくちゃするので、ワクワクしながら待つことができます。ニジマスをこんなに贅沢に食べられるのはめちゃくちゃ嬉しいです。なんせ自分で釣って自分で焼いて食べる魚は絶対うまいですよ。さて、焼けたのでテーブルの上にあるお皿に焼けた魚を乗せて食べていきます。焼き加減はこんな感じでいい感じに焼けたんじゃないでしょうか。熱々のうちに食べるのがおすすめだと思いますので、がっつり食べていきましょう。このニジマスはすごくふわふわしていてめちゃくちゃ美味しいです。皆さんぜひ行ってみてください。営業時間は9時30分から17時、16時が最終受付になっていて、営業日は基本土日なんですが、営業日が変わる恐れがありますので、公式のインスタなどをチェックして行くようにしてみてください。お持ち帰りの際は氷がサービスでもらえるので、そこもめちゃくちゃいいですよね。